どうも、深堀です。インターネットが遅くてお悩みの方に向けて、LINE 通話で有料相談を始めました。私の技術は最高ですが、良心的価格でやっております。某会社のインターネットの相談料なんですけど、とんでもなく高い。高すぎる。インターネットの診断だけで、これだけの料金がかかります。しかも、ここの会社の Wi-Fi ルーターの使用がおかしいから、インターネットが遅くなっているのに、診断で解決なんてよく言えますね。 ここのメーカーでとある使い方をしていると遅くなってしまう問題があるので他社に切り替えると早くなるそんなケースが多々あります自分の会社以外のことっていうのはほとんどね情報を出してくれないような感じです私は格安の相談料でやっていますネット回線や Wi-Fi ルーターの設定変更なんかは15分700円 Wi-Fi ルーターやプロバイダーパソコン、スマートフォンなどの購入相談は15分500円からやっております各種パソコンのお悩み解決だったりそういったものは 15分700円からお話を伺います料金は先々もう少しだけ値上げするかもしれませんのでお早めにお申し込みくださいなるべくお金がかからないようにしてあげたいので最初に私が解決できる内容なのかどうかっていうのをちょっとお伺いするようになります300万円と1万数千時間かけてインターネットが速くなる方法を研究しました w i f i レータは数十個購入していろんな環境でいろんなプロバイダーで検証しました インターネット上で拾ってきた情報じゃなくて、本当に解決できる情報をお届けしています。メーカーの営業やカスタマーセンターの人に、こういう風になっているので、こうした方がいいですよっていうのを教えるレベルです。その辺のね、プロなんかと一緒にしないでいただきたい。プロの人が素人に見えるぐらいの情報量を持っています。幅広い対応力は日本一かもしれません。Wi-Fi ルーターの購入相談なんかも、家の間取りを聞いたり、数値を取ったり、今持ってる機器に合わせてアドバイスするので、 無駄ななお金を使わせいいように心がけています通常こういったのって相談に来てくれた人にいいようによってプロバイダーを変更させたりとか機械を売ったりして自分の利益にしたいっていう人が多いんですけれど私自身が貧乏で苦労しているのでそういったのが大嫌きれいなんですね。信用第一ですパソコンのお悩み相談ですがパソコンを300台ほど修理して販売したり自宅 PC は15台以上作っていますパソコンの修理改造軽量化なんかもできます。 こういった部分でお悩みがあって相談できる場所がないとか解決できないからどうしたらいいのかっていうことがあれば一緒に解決法を探したりってこともできますこのあたりはアマチュアなので一流のプロの人には勝てないですねアップグレードのやり方がわからないとかパソコンが遅いから早くしたいとかそういったお話もね全然得意ですので気軽にご相談くださいソフト改善の概要ですインターネットが遅かったとして 同じ環境でも、プロバイダーや Wi-Fi ルーターや設置や設定など、様々な遅くなる原因を一つずつクリアしていくと、こんな速度が出たりします。遅くなるポイントっていうのは、ものすごくたくさんあります。プロバイダーによっても、いろいろあります。プロバイダーから書いているこういった機器が原因だったり、Wi-Fi ルーターのスペックや、設定や設置が悪かったりする場合もあります。種類がかなりありますし、その人の家の間取りだったりも関係してきます。 受信機の性能や設定、ソフトウェアなんかも関係したりします。ものすごくパターンがあるんです。インターネットの改善というのは、こういった項目がすべて波のプロ以上の知識が必要です。いろいろな業種、いろいろなメーカー、いろいろな問題点をすべて総合的に判断できる能力が必要です。いろいろなメーカーの機械を使って、どういう動きをするのかを完璧に把握しないといけません。Wi-Fi ルーターの世代や動きによっていろいろと変わってきます。 会社のルールに縛られたプロ程度の人たちと職人を比べないでいただきたい。インターネット改善職人です。情報量と情熱が違います。LINE のビデオ通話で一つ一つ問題点をチェックしていって、原因を特定していきます。プロバイダーによって色々と細かな問題があるので、ビデオ通話なんかで問題点を探していきます。色々なツールを使って速度を計測したりして、ここは問題があって、ここは問題がない。 もしもここのところで別のメーカーだったり、えー、別のスペックのものにするとこんな風になりますっていうお話なんかもできますパソコンやスマートフォンなんかの動きを見て受信機側に問題点があるのかどうかっていうのも確認することができますスペック不足の方も結構いらっしゃるんですよねこんな風にして問題点がある場所とない場所を切り分けていって原因を特定していきます Wi-Fi アナライザーというツールを使って家の中に飛び交う電波を調整したりもできます 目には見えない Wi-Fi の状態を確認して的確に調整することができるので、どれは OK でどれが問題なのかっていうのが分かってくるんです。このような感じで問題点を一つ一つチェックしていくので、自分の家で問題がある場所、ない場所っていうのが明確になってくるので、どの方向に向かえば解決するのかっていうのが明確になるので、非常にスッキリされる方が多いです。プロバイダー関係のことでよく分からないことがあったとします。Wi-Fi ルーターの会社に聞かないといけないっていう場合もあったりします。 普通だったらプロバイダーに聞いてくださいねとか w i f i ルーターの会社に聞いてくださいねって言うんですけれど何を聞いたらいいのかわからないっていう方もいらっしゃると思いますそういう時はその時給分はいただきますけれど代わりに私がプロバイダーや別の会社に電話をかけて解決する方を探してきますのでその点が他とは違うところです私がわからなければ調べてきたりもしますできる範囲とできない範囲があるんですけれど解決に対しての情熱は誰よりも高いです職人気質なんですよね そんな感じで誠意を尽くしてくれる方に対しては私も誠意で、えー、お返ししてますので私のできる限りの知識をご提供させていただいておりますしかし古いマンションや団地など建物の中の線が問題な場合は改善するのはかなり難しいですプロバイダーを変えても建物の中で混んでしまうのでニューロ光や au 光に変えるとかそういったことが必要になってきます au 光が引けない場合はフレッツ系を案内されるのでこのところがね 詳しくないと騙されたりする場合がありますこんな感じで簡単そうに見えるインターネットのお話なんですけれど各企業利益優先でお客様の快適なんかは後回しです契約を取るため物を売るため快適にするための情報なんかは隠してありますこういったところがね私はね許せないですこの様々な業種や様々なメーカーの特性だったりどんな風な動作をして遅くなるからこうすればいいっていう情報を家庭用に関しては 日本でダントツで一番研究していると思います。初心者の方でも安心してお申し込みください。誰でもわかるような説明を心がけています。詳しくないから、申し訳ないなんて方もいらっしゃると思うんですけれど、わからなくて当たり前です。インターネットって身近なので当たり前のように感じますが、めちゃめちゃ難しいです。ゆっくり丁寧にわかるようにお話ししていますので、ご安心ください。ドコモ九州で顧客満足度1位だった経験もあります。 元生態師ですので、人当たりの良さや、威圧感がないので、話しやすいと思います。インターネット、パソコン、スマートフォンなんかでお困りの方は、ぜひご相談ください。お申し込み方法は、概要欄の URL、ノートというサイトに内容を記載しております。そちらをお読みになって、公式 LINE からお申し込みください。過去に相談を受けていただいたからのお声です。以前の紹介動画からの引用欄からいただきました。利用される方のパソコンやスマートフォン、 操作のレベルにもよりますけれど、全部調整すると2時間ぐらいかかったりします。お金が高額になってきた場合は、その分割引させていただいてますのでご安心ください。いろいろ計測してみて問題はないのに、建物が原因だった時は、3件ぐらいは解決できなかったとかありますが、それ以外はね、全部解決しています。プロと言われる人たちが解決できないことも、私だったら解決できるときもありますので、よければ一度ご相談ください。それではお申し込みをお待ちしております。またね いつもご視聴ありがとうございます。パソコン関係、スマホ、ガジェット、生活改善など、日々の暮らしを快適にしていくようなお話のチャンネルです。動画ができましたら、土曜日か水曜日に公開予約しております。チャンネルメンバー様は公開前の動画を見ることもできますので、ぜひご登録ください。それでは次の動画でお会いしましょう。またね